残り82日になっちゃったよ、どうしよう !Walk <Welcome> back! はやとブログです。5月10日木曜日でございます。残り82日となりました。さて、今日はですね、えー、仕事を休みました。仕事を家でしました。えー、なので、やった量は実は少ないんだけれども、しっかりと仕事をしました。これからまだ宿題があるので、夜やります、えー。実を言うとね、月曜日からの夜から子供が熱を出してまして、下の子はね、 でまあ、もうゲロとか入ってなくて熱もだんだん収まってきてるんだけれどもしっかりとまあ熱があって、えー、咳も止まらないようあの様子だったので今日小児科に連れてきました、えー、で家内の方はです、ね、母の日なので、えー、娘のプレスクールの方でイベントがあってですねそれに、えー、やっぱりあの参加しなきゃいけなかったので僕が、えー、残り、えー、家に残りですね下の子の面倒を見つつ、えー、医者の時間になったら。 医者のアポに連れて行きました。まあ、言われたことはウイルスだろうねって。まあ、だから、えー、多分土曜日ぐらいにはあの、亡くなるだろうから、熱も引くだろうから、もうちょっと我慢しろと。で月土曜日の朝になって、だから朝ってたよね。で、えー、治らないようだったら、まあ、電話してくださいと。うちにちょっとまあ会いに来てくださいと、そういうことでした。はいまあ、その確認が取れただけでもいいですよね。はい、そんなところでで、えー、今ちょうど8時です えー、子供たちが熱気が、まあ、特に熱出してるとよくないので、えー、奥さんが部屋に、えー、ちょっとまあいてくれて子供たち寝るのをちょっと様子を見てくれて僕は今から8時,、えー、8時半まで、えー、あの頭を休みでですねくだらないテレビをちょっと30分ほど見ようと思いますアマゾンプライムでで、えー、8時半から9時まで、えー、日中始めたあ始めたじゃない日中やってたその会社のサラリーマンの仕事の方を えー、今日の復習並びに明日の仕事のスケジュールをちょっと、えー、見てですねもしできる早めにできることがあったらちょっとやっておいてスケジュール組んでねやっぱりよって計画持って入るといいよねやっぱりサービス企業はどうしてもお客さんのコールとかいろいろ入ったりすると自分がやろうとしてることがしまいになんか一日の終わりにこうなんか押して押して追いやられちゃうからあのなるべくこう プランを作ってね、これはこう計画的にこうこうこう時間の配分を使っていくことでより、えー、確実なことがこなしていけるというのが分かっているのでそれをやろうと思います。はい、でそれが、えー、だから8時から8時半まで、えー、バカみたいに頭を休めそして、えー、8時半から9時まで会社の仕事をしてでその後は9時から、えー、次の1時間ほどはですね、えー、明日かける見込み格の、 リストをです、ね、もうひたすらネットからコピペしていいこうと思いますどっから今僕がその見込み客のリストをコピってるかというとあのこっちでは YELPYELP、e、というこっちっていうのはロストなんですけど YELP っていうサイトがあってでそこにやっぱりスモールビジネスがみんなこう自分のサイトを作ってね 例えばカイロを探してる人だったらカイロって入れると、まあ、いろんな人の,そのレビューとかが見れるわけですよだからレストランとかしっかり入ってるしカイロ入ってるし、えー、マッサージ屋とかも入ってるし、まあ、いろんなスモールビジョンとか入ってるんだよねだから僕はそこでカイロロサンゼルスって入れるとザラッと出てくるので、えー、そこで、えー、まあ出てくる人たちのアドレスと 番号と、そしてその先生の名前っていうのも、エクセルの方にコピって、コピって、コピって、それを会社に持ってって、そして会社のミーティングの合間とかを塗って、電話するわけです。はい。思いっきり職場で、オフィスに隠れたとかやるんですけど、はい。あの、すいません。あのやらなきゃいけないことはやらなきゃいけないのでやらせていただきます。ちょっとルール違反かもしれませんけど、申し訳ない。で、それをやろうと思います。えー、自慢して言ってるわけじゃないんですけど、まあ、私はこれは自分で決めたことなのでやらせていただきます。 はい、でえっ、ー、とその Yelp でもね、えー、Yelp に宣伝を立てるっていうこともできますだから例えば Google とかで何かを検索すると検索の一つ二つ三つ目ぐらいは a d a d まあ日本だとどうかわからないけどこっちだと a d a d だからアドバタイズメント宣伝の AD だよねっていうのがついてきてでそれはやっぱり誰かがお金を払ってもしロサンゼルス進んでるアジア人がカイロって、ねあのー、サーチした場合は僕のこうそのあのー 先生ののの名前をを上上上方にに、えー、ランキンキグの上位に上げといて、ね、とおいねねと金を出すわけですよ、ね、だからそういうのを Yelp でもできるんだよねだから Yelp でも上の方に出てる人たちはお金を払ってるっていうことだって宣伝にお金を出してるということは宣伝に、えー、宣伝に予算を立てたことがあるということで予算が立てたことがあるということは予算に対してのリターンを計算したことがあるということで予算にのリターンを計算したことがあるということは Facebook 僕らがやろうとしている Facebook がいかにリターンができるのかっていう話を彼らは消化しやすいということです。でちなみに Yelp というのは Facebook と違って誰,がその、えー、誰にその宣伝を見せることができるのかっていうのが決められません。だかからもう基本的に僕がろうとか入れて、まあ ロサンゼルスから50マイル圏内とかってそういう話であれば僕が5歳であろうと背中が痛かろうと痛くなかろうと60歳であろうと事故したことであろうとした,したことない人であろうと関係なく僕がカイロって入れたら出てくるようになってるわけよだからみんなそれぞれカイロっていうのは僕はちょっと年配の方を専門にやってるとかちょっと若い方のスポーツ関連のあれを専門にやってるとかみんなあるわけでもエルプはそのところを細かくは分配してくれないんだよね Facebook のから絶対してくれるわけ。例えば、あなたは何歳から何歳までの間であった場合にしか私の宣伝は見れませんとかって指定できるわけよね。だからそういう,こう話が相手消化しやすくなるから、Yelp をぶざらって見てコピー,ーするときはみんなもちろん入れるけど、特に目つけてるのは上位ランキングとかにやっぱり宣伝という形でお金を出してる人たちね。そいつらからまずかけていく。はい。でもちろん、その人たちはすでに宣伝を真面目に考えてるということだから、だからあのもうすでに。 イエルプでここんだけお金出出ししてるかから他のととには出したくないとか僕はイエルプにこんだけ出してるけど実はあのかなりプロアクティブにアーキティングのこと考えてるからだからこうあの他のフェイスブックとかにももうすでにお金出してますっていう人もいるだろうしだからヒットの割合はえ低いのかもしれないでもそこまでそんなにかけてないからまだ分かりませんそんなところでえちょっとバカみたいにテレビ見て頭休めたいと思います今日はねやっぱりもう子供をこうあの横になると 具合悪いいから横になりたいんだろううけけどややっぱりこるわよだからやっぱりこう頭を上げとかないと流れないんだよね多分ねだからずっとそれ抱いて軽くないんだよねそういってもね結構しっかりした体付きでで、えー、そうね空手とかやらせようと思ってるんだけどあのー、そうだから抱いて目の前でゴホゴやって俺の目にはね熱出してないのが奇跡だね本当に奇跡神様ありがとうございます本当にではそんなところで 今日の残り80日のブログをここまでに記録として残しておきたいと思います。頑張ります。引き続きは頑張ります。まだキャッシュフローゼロです。頑張ります。